でな緊張するやん。何俺一緒に出るか。うん一緒に出て。あいいですか。じゃあね RCDC のブース紹介の方で、はい、今日はねパンドラ RC です。パンドラさんの方に来ておりますというところでよろしくお願いします。はい、お名前の方は和田です。和田さん、はい、はい、よろしくお願いします。和田さん社長さんですか。違います。あ違いますか。はい了解です。はい、さあねパンドラさんでいつもこういう感じでねブースを出してるんですけれども、はい、でここは今日大会に出てもらった人に写真撮影させてもらって、はい、タオルをプレゼント。ここで撮影して、はい、パンドラボディを撮影ですよね、はい、撮影してもらってブースで。おおこれボディを持ってこられたのが福岡から来ました近藤です。近藤さん、はい、はい、かっこいいものですよね。いいですよね。福岡ですか。はい、はい、博多ですね。いや北九州。あ北九州ですか。やんちゃな人がいっぱいいると思います。あ、まあ、それ以外はみんなやんちゃな。はい、ありがとうございます。あ、これ今タオルありがとうございます。ああ、なるほど。ここで撮影して SNS に上げさせてもらいます。あ、下とかツイッターとか。なるほどなるほど。いつも成人式楽しみにしてるんで。ああ、激しいですよね。もう沖縄か北九州かって感じです。あ、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。さあ、こんな感じでね。和田さん仕事してますね。はい。あ、ここにブースが。はい。あって、要はパンドラさんのボディだったら。はい。タオルがもらえるっていうところですよね。はい。太っ腹ですね。いや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 、これぐらいやらないと。すごいなと思ってね。まあ僕もねちょっとね和田さんには今頭が上がらないんですけども、さっきスタバ行って金が足らんかったのでちょっと貸してくれっていうふうにね。そうなんですよね。恥ずかしいとこ見ちゃったなと思ってね。30円ですけどね。30円。あとちゃんと持ってきますね。でこちらボディの方なんですけれども、この辺はもう大体新作が多いですかね。そうですね、新作順に来てますね。はい、これがちょっと前に出たBN スポーツの 100K Mark II ですね。かっこいいね、はい、BN スポーツの。ありがとうございます。でこちらがと BN スポーツの FD ですね。 FD ですよね、はい、これ結構使ってる人多いですよね。そうですね、これは大人気ですね、こっちも結構 BN スポーツの86ですね。あ、はい、あ、すいません、僕ね一緒の車だと勘違いしてました。そう、違うんですよ。よく見たらね、実は違いますね、これ。まあ BN スポーツがこのシリーズで出してるんで見た目はそっくりなんですけど、エアロ的にもかっこいいですよね。この辺のなんか、そうですね、ダクトね。はい、ああ譲れちゃった。はいはい、この辺が86でこれも人気ですね。へえ、僕ねどっちか持っとったな。あ、本当ですか。ありがとうございます。今お客さんに丸投げしてやってありがとうございます。塗ってくださいとか言って。ありがとうございます。これはマジョーラカラーで。ねえ。そうですね。これムイ君が作ってるんですか。そうですね。全部ムイ君ですね。うちのやつ。かっこいいですよね。で、一番最新のやつがスープラの。はい。これですね。GT4 ですね。GT4。あれ？これも違うんだ。これも一緒なんですね。これは？このダクトは付属で付いてるんですけど、これつけてないっていうだけですね。あ、なるほど。はい。スープラかっこいいですね。これはもうヨーロッパで、GT4 という形で販売しているスポーツレーシングカーですね。レーシングカーですか。はい、これの版権許可をもらって再現してみました。なるほど。おお、かっこいいかっこいい。はい、一押しです。でこれが違う色で塗った。そうですね。これがこれもマジョーラカラーで塗った。はい。結構売れてますか。そうですね、これも大人気で今出てますので。こうやってボディのメーカーの人と話すことってあんまないんですけれども。あ、そうなんですか。どういうところが一番大変だとかありますか。うん、やっぱりホイールベースがどの車に対しても全部一緒。はいはい、そこの部分ですね。決まりがあるので、はい、それに対してどうかっこよく作っていくか。なるほどなるほど。はい、スケール感も合わせていくかっていうところですよね。はい、そういうところがやっぱり。難しいですね。難しいですか。はい。ちなみに結構売れてますか。ぼちぼち。皆さんのおかげで。最後に一つ質問なんですけども、和田さんの好きな女性のタイプは。女性のタイプ、芸能人なの？芸能人でいうと、はい、芸能人でいうといっぱいおりすぎるなみんなタイプかなあ。なるほど、素晴らしい。みんなタイプかな。そう、素晴らしい。結構もう女の人みんな大好きです。了解ですはい、はい、ね、パンドラのブース、はい、紹介でしたと。ありがとうございます。はい、じゃあね、2日間よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。